はい、これはね、山田さんで買ってきましたね。日立研究ローディング EX8007 というものですね。これ25番としてね、あります。でこういったのが、実際にこういった車あるんですね。では、新車としてまあ買ってきたので、紹介をしてみたいかなというふうに思います。で、これがどういうものかというと、この胸でこういうふうになってますね。25番50周年ですね。で、50周年って節目でこうやってなりますけど、こういうのがついてるやつっていうのはね、新品で買うとそれほどのね値段ではないかもしれませんが、これが後々このシールがあるとなるとじゃ全然違ってきますんで、後々これ高くなってきます。こういうシールが入ってるやつっていうのはね、これは初期のものでしか、買えないし、初期のものでしか手に入らないし、で、これが結構ねごついなみたいな感じのね、あのショベルカーになります。で、このショベルカーは、大型ショベル、ローディングショベルの市場において日立建機は世界のマーケットリーダーです。で、50トンから87トンのクラスは土木工事、建設、発掘、採掘的、作業など最も困難な環境で、活動しました。で、採石専用の一連の R シリーズを開発し、厳しい条件に対応する追加機能を強化しました。また120トンから800トンの EX マイニングモデル、バックホーまたはフロントショベルは波外れた搭載能力と荒削り能力を備えています。で、強力ライダーから経済的なエンジン、テーラーニングコストで信頼性の高い作業というのをまあ行うことができると。それがこの大型の、ショベルです。で、これが、このショベルになるんですが、で同時にこの日立建機はこのと同じぐらい、これよりもっとでかいのかな、ショベルカーになります。で、こういったもので、そのでかいエネルダンプとかトミカにもありますけども、それで積んで走るというやつですね。これが EX8000 というやつでして、で、この武骨なね、もういかにももうショベルカーだったらね、これは力があるんだみたいなね、感じがよくこう出ていますね。これは開けてびっくり、玉手箱よね、本当ね。よくできてるわ、これね。で、このすごいね、この形が、ボコボコとしたね、なんかレゴブロックじゃないかみたいな感じのね、作り込みみたいな感じになってますけど、まあこういう風になっててね、でこういう風にね、こうギーってなってて、こうでかいこうねショベルでね、もう大きいものをこう土を大量にこう運ぶことができるということですよね。これならね、お相撲さんも軽々とと持ち上げられますからね。お相撲さんが100人やってきても大丈夫みたいなね、お相撲さんが戦いを挑んできたみたいなね、そのお相撲さんがとすごいっつって100人ぐらいで戦いを挑んできたことですね。これでね、っつっても持ち上げてパイパイパイってね飛ばすことができるよと、まあ、それぐらい力持ちですみたいなね。もうお相撲さんが100人なんてかかってこようがね、大丈夫ですよみたいな、もう十分戦えるよみたいな、それぐらいのまあ車です。で、こういうふうにね、もうこういう日立建機のこういうふうになっていて、で、これがこう、ビエーっとね、こう回ってきてですね。で、こんなふうに、まあ、なってるわけですね。この力強いね、ほんと太い、ほんとこの太いショベルの部分が面白いですね。こうやって、ほんとぶっといなっていう感じでね。確かにね、体格にね、男の人もね、体格が良くなってくると、こういう太いね、腕をこう持ち上げて、ってね、投げ飛ばす人いますからね。まあね、私はどっちかというと、投げ飛ばされてしまうかなみたいなね、
私なんか簡単に投げ飛ばされますですからね、悪いことなんかするもんじゃないですよ。当たり前ですけどね、当たり前ですけど悪いことなんかしたらね、力持ちの男がやってきて、おやーって言ってね、ボキッて言って簡単にね、骨を骨折してね、でポイッて遠くに飛ばされちゃいますからね、ですからね、こういうね悪いことなんかできやすいませんですけどね、まあこういうね、ものっていうのはね、なかなかこの力強い腕という、この力強いこの形がなかなかいいですよ。でこのように、ね、こうやって階段になってて、10階、ビルのね、何階建てでしたかな、4階建てぐらいの高さになるのかな、になってこうやって上がってって、でそこからこうね操作するんですけど、なかなかね見晴らしもいいでしょうし、よくできてますよ。こういうはしごの部分とかね、細けいところも、ね、よく作り込まれていて、まあこれはよくできてるなというふうに思いますよ。で重機が好きな方なんかはね、こういうのを買ってみるといいんじゃないかなと思いますし、なかなかよくできてると思いますよ。これ非常に買って感動するんじゃないでしょうかね。これね、私はあまり重機ってのはあんまり興味はないんですけども、ただこういったものを一瞬こうやってパッと箱から開けて、ね、出てきたらこんな状態なんで、すごいびっくりです。あれよくできてるんですこれ。でね、こういうボコボコしたところとか、こういうところも見事にね、よく作られてるなっていう感じで、で山田電機ってのはね、最初は疑ってたんですよ。最初はね、電気屋さんにね、トミカが置いてあるよとかね、言っていた方もいてですね、そんなところは置いてるわけないだろうみたいなね、そう思ってたんですよ私もね、でそのうちね、山田モーターさんという人がね、山田電機からね、ミニカーを買ってきましたって言ってね、何を嘘を言ってるんやろうみたいなね、そんな状態をしてくれよみたいなね、そんな感じだったんですけどね。でもね、何回もあの人が買ってきてね、山田さんから山田電機って買ってきたよみたいなね、そんな感じでね、紹介してるからね、そんな嘘だろみたいな、電気屋っていうのはね、電気しか置いてないだろみたいなね、車なんか置いてるわけがみたいなね、ところが行ってみたのよ。行ったらね、アラマンなのね、行ったら置いてあったのよ、びっくりしたのね。でそっから最近ね、山田モーターさんのおかげでね、まあ山田モーターさんのその地域のフーさんとかもね、まあフーさんもやっぱり影響を受けて買ってきたんで、そういう方たちがこうね、買いに行ったみたいです。だから山田さんはね、バンバン剤ですよね。まあ山田さんとしてはもうバンバン剤ですよね、そうやって皆さんに言っちゃった。ただどこの店舗で買ってきたんですかって言ってね、それはね、個人の情報なんで教えられないんですけども、まあそういうところでね、まあ買ってきました。だから山田さんとか、風さんに、風さんというか、フライトさんという名前が変わりましたが、ありがとうございますというところなんですが、まあこれはですね、新しいのがね、で山田電機さんというのはね、その新しいやつって今まではあんまり、その他の店が新しいトミカ出すとすぐ仕入れるんだけど、山田さんのところはあんまりね、仕入れないかなと思ってたんですよ。で実際仕入れてないところがいくつかあって、であるところは仕入れてんだけど、あるところは仕入れて、店舗は仕入れてませんみたいなところがあって、ですからまあいつ仕入れるのか分かんないってところがあったんですけど、ただ山田電機さんっていうのは偉いですよね。あれはこの今この自粛規制がある中で、子どもたちに少しでもまあ楽しんでいただこうということでね、本格的にそのちょくこういうミニカーを定期的にね、取り仕入れるようになったみたいですね。ですからこの日立建機が発売されるよ、あとプレミアムでスカイラインが出たんですが、まあそれが発売されたよって同時にですね、これが出てくるようになりました。店に置いてありました。でプレミアムの方は、まあ、初回はね、店は初回は置いてないんですが、まあ通常品置いてありましてですね、で新しいのもすぐ仕入れるようになったんだなと思ってね、でそれでこうすごく補充用としてまあ仕入れておりましたけども、なかなかこういうね、山田さんもこういうやり方がこうちょっと前とやり方が変わってきて、今まではちょっとバラバラで仕入れてたものが、発売日が決まると、もう発売日されると同時に仕入れるようになってきた。そういうところがね、やっぱりすごいな。それで、ね、値段が安いでしょあれね。でね、値段も安いですしね、ポイントもすごい距離貯まると。もう10ポイント、20ポイント貯まると。で、同時にもっとポイントが貯まりやすいといったらヨドバシですね。ヨドバシなんかはポイントカードを持ってるともっと貯まるって言うんですよ。だからまあ子供たちにとってみればね、非常にその、もう山田さんとかね、
あれですよ、ヨドバシさんではね、もう感謝感激でございますみたいな感じなんですね。でそういったところで、やってるんですが、まあ、なかなかね、私はヨドバシったらちょっとネットでしか買えないのでね、ヨドバシはちょっとかなり東京とか横浜とかそういう都会のところ、ものすごい都会のところじゃないと売ってないので、なかなか手に入らないんですけども、まあこういうと、で日立建設ローディングショベルというのはなかなかこれ迫力があっていいですね。でこういう中でね、そういったものでポイントを貯めやすくして売ってくれる店がいるっていうのは本当に心強い限りですしね、それをこう山田モーターさんとかがね、こうエフライトさんとかがね、その提供してくれるというのはね、ありがたいお得したけでございますね。もうお店からしたらいつもありがとうございますみたいな感じにね、もうお得意様ですからね。ですからもうそういうところはね、もうそういう人たちがある意味動画を出すことによって、そのより宣伝効果が大きくなっていますからね。ですからもうね、広告費上げてくださいみたいな、もうそのぐらいの感じですよね。ですからなかなかね、こういったものっていうのはね、いいなと思いますしね。でこの、重機のこの出来合いね、もうものっていうのがなかなかいいです。これはね、なかなかこういいですよ。でこう持ってみるとね、ちょっと重いんですね。でクローラーの部分がこう動くんですね。これね、こうやってクローラーの部分がこう動くんですね。こうやって動いてこう掴んだらわーってね、なるわけです。あの本なんですけど、なかなかよくできてるなという感じです。どうもありがとうございました。